チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国若者日本旅行、コンビニ弁当とカプセルホテル、この価値観、不明、についてです。新しいヘルメット買っちゃって、早く走りに行きたいマリナです。ああ、痛いところ疲れちゃったね。あはは、くくく。またまた室谷さん登場しちゃいました。タイトル見て、笑っちゃいました。安物弁当を食べる韓国人観光客、不思議だ。日本の極右ジャーナリストの発言がまた論争に。いいぞいいぞ室谷さん。もっと笑かしてください。お願いします。マリナも、韓国人訪日観光客、総支出額で1位、でも1人当たりの支出額は最低だよ。って話をつい先日、公開しましたね。訪日韓国人の実態は、中国人1人に対し、韓国人6人分の支出額が同じという、貧乏旅行という統計も出てしまいましたからね。しょうがないよね。記事は中央日報から、日本のある極右ジャーナリストが、韓国人観光客は日本を訪れながら、コンビニ弁当やファーストフードのようなものだけで済ませる都市、不思議だ、と批判した。このような旅行は、韓国では海外旅行の経験がないことは、恥ずかしいことだから、生じたものだという主張だ。日本の極右ジャーナリストに分類される室谷克己氏は20日、日本保守メディアである、産経新聞系列の夕刊フジに、このような内容の寄稿文を公開した。室谷氏は、日本を訪問する韓国人が猛烈な勢いで増えているようだ、とし、韓国のネットには、若い世代が書いた、日本旅行記、がたくさん載っている。それを読むと、彼らはなぜ日本に来るのか、とても不思議に感じられる、と主張した。わかるな。ほんと不思議ですよね。経済の急下降で旅行どころじゃないのに、訪日観光に押し寄せる。借金してまでして、日本に来たいのでしょうか。まあ、迷惑さえかけなければいいんだけどね。極右ジャーナリストと紹介しているけど、なんかレッテル貼るの好きだよね。室谷さんは、韓国のことを正確に情報を伝える痴漢派ジャーナリストですよ。続いて、ほとんどのスレッドが映像をつけている。繁華街や名所旧跡を撮ったものが多いが、自分が食べた料理を撮った映像もかなりある、とし。粗雑な盛り付け方を見ただけでわかる安価な居酒屋の刺身。小皿に乗った2貫の寿司、つまり回転寿司。格安のファーストフード。あるいはコンビニ弁当、を見ることができると言及した。合わせて、旅行に出たら、その地の名物料理を、ちょっと高級な店で、と思い込んでいる。私の頭が古すぎるのか、とコメント。ああ、行っちゃった。くくく。あはは。そったね。他の国の訪日旅行客だったら、当てはまるんだけどね。そうじゃないからね。残念ですね。室谷氏は多くの韓国人観光客が1泊2日の日程で日本を訪れているが、この短い日程の間に、コンビニ弁当で食事を済ませる気持ちが、よくわからないとも指摘した。ああ、それも言っちゃった。くくく。これ、弾丸トラベラーってやつですよ。でも、日本のコンビニ弁当、美味しいからね。よっぽど韓国のコンビニ弁当がまずかったんでしょうね。おそらく韓国人の間で、日本のコンビニ弁当は美味しいという情報がシェアされているんですね。韓国では、日本料理といえばコンビニ弁当なのかな。くくく。また、韓国人観光客はホテルよりも、民宿やカプセルホテルに泊まり、24時間営業のサウナ風呂で寝て、宿泊費を浮かせたという話もあったとし、これが、日本より賃金水準が高くなった、と称する国の若者の姿なのか、と皮肉った。別に皮肉っていないよね。本当の話だから。わあ、でもこれが韓国の海外旅行なんですよ。日本で考えられている海外旅行とは、意味合いが違うんですよ。きっと。観光旅行ではなくて、観光旅行もどきなんですよ。室谷氏は韓国人観光客がこのような旅行をすることについて、海外旅行の経験なしは、韓国では恥ずかしいことなのだ、とし、その、
恥ずかしさから脱出するための安くて手軽な手法が日本一であるわけだと主張した。恥ずかしさの概念が日本人と根本的に違うのですね。海外旅行の経験がないことが恥ずかしいというのがわからない。まあ日本は全て日本で完結できますから、海外に行かない人は多いと思います。なんてったってどこ行っても安全で美味しいものが食べられますからね。そもそも貧乏旅行の方が恥ずかしいでしょ。それだったら旅行なんて普通は行かない。一体何を求めているんでしょうか。それは職探しですか。室谷氏は今年2月にも同じメディアを通じて、韓国の若者たちはカップラーメンで夕食を済ませながら、エルメスの空箱を背景に偽物ロレックスの腕時計をひけらかせた写真を撮る、とし、外貨内貧、ここに極まる、と指摘していた。以上。あれれ、この記事に中央日報の反論記事が掲載されていないのです。もしかして、反論できないのかな。論争になっているかと思えば、論争にもなっていないみたいですね。韓国さん、100% 納得しちゃったのかな。わあ、ほんと、痛いところ疲れちゃったね。探してみたら、この記事についての韓国からの書き込みがありました。安物弁当を食べる韓国人観光客、不思議だ、について。MLB パークからの韓国人の反応と、マリナのツッコミ回答です。そもそも時間が十分にあって、たくさんお金を使う計画で海外旅行に行くなら、ヨーロッパ、東南アジア、アメリカ、オセアニアなどの国へ行く。安い、近い以外の理由で日本に行く理由がないということを、きちんと自分たちで理解できていないようですね。全く理解できません。何を言ってんだろう。この人。ああ、わかった。つまるところ、時間もお金もないということですね。お金がないなら、日本に来なければいいのにね。それが不思議って、言っているんですけど。ノージャパンで行かなくても文句を言うし、日本旅行に行っても、結局はこのように文句を言う。本当に面倒くさい国だ。文句じゃないんだけどな、不思議と言っているんですけど。自分も日本ならコンビニ弁当を食べる。高いお金を支払って食べるなら、国内で食べた方が絶対に美味しいから。この人、何言ってるんだろう。意味不明。なんでこういう人ばっかなんだろう。不思議です。そもそも真のお金持ちは、日本旅行ではなく、ヨーロッパ旅行へ行く。日本旅行はコスパを求めて行く場所だから、当然の結果では。真のお金持ちってどういう人なんだろうね。まあ、この人ではないようですね。コスパを求めて行く場所って意味わからない。不思議です。仮に安い食べ物ばかり食べても、それのどこが問題なのだろう。どうせ高い食べ物しか食べなくても、見栄を張ってるとか文句を言ってくるのは目に見えている。問題はないよ。不思議って言っているんですよ。高い食べ物を食べて、見栄を張っているだなんて文句、韓国人しか言いませんよ。被害妄想が強すぎるのかな。不思議です。貧しくて、そもそも海外旅行にも行けないような国に、何を言われても嫉妬にしか見えない。典型的な韓国 T ですね。韓国 T から貧しい国って言われちゃった。てへっ。だったら、すり寄りしないでね。気持ち悪いから。嫉妬に感じるのが不思議です。正直言って、日本は高いお金を支払って、レストランで食べてもそこまで美味しくない。安いものを食べても、味がそこまで変わらなければ、当然安いものを食べるし。食べ物にお金を使わないで、ディズニーやユニバーサル、グッズの購入などにお金を使っている。美味しいというものを食べたことがないようですね。それとアトラクションのために、食事をケチっているのですか。それで楽しいんだ。不思議です。自国の料理が安くてまずいと言っているようなものだ。空に向かって唾を吐いて、自分たちに降ってきているのに気づいていない。何言ってるんだろう。高くてまずいのならわかるんですが、意味不明。不思議な人が多すぎです。この人たちのコメントを見ていると、コメントすべて、何かが欠落しているんですけど。それって、一体何なんでしょうか。韓国 P だからですか。教えてください。もし、この人たちと口論したら、絶対会話にならないと思いました。皆さんは、これらの韓国の反応についてどう思われますか？コメントを書いてね。ゴールデンウィークにバイクで出かけるか迷っています。
混んでるし、事故も多そう。最近よく見かけるレンタカーもちょっと不安し、皆さんも安全運転でね。ゴールデンウィーク、多分走りに行っちゃうマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。